all alone. I've been facing twilight and lonely without the clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked, where have I been? I'm a sharpshooter. Hiding both face and mind, afraid for you to drown. I'm a sharpshooter. What else should I be? Please don't take off my mask, revealing dark. そんな。やだ。参ります。ではまた。よーし。双葉、なんかいるか。オレンジジュース、果汁20%の。そういや明日は海だろ。花火の分も楽しんでこいよ。雨外しすぎない程度にな。花火って？あ？双葉は知らないか。花火大会雨で中止になったんだよ。人混みに揉まれた挙句濡れネズミになって帰ってきたっていうオチだ。花火か。こんにちは。ああ、いらっしゃい。
おや君。あれ知り合い。あんた確か明智です。ああテレビとかの探偵さんが何のようだい。想像してた以上だな。雰囲気いいよね。紗英さんが推薦するだけのことはある。はあ知ってることは全部話したぞ。もう話すことはねえ。いやそういうつもりはありません。美味しいコーヒーをいただきに来ただけですよ。ああそちらは。ああ君が一色若葉さんの。注文は。じゃあおすすめを。はいよ。なんか僕どこに行っても歓迎されないね。すまない。僕の母はろくでもない男と愛人関係だったらしくてね。僕を身ごもった後手ひどく捨てられて失意で体を壊し早くに世を去ってしまった。おかげで僕はいろんなところを転々とさせられて、まあ今じゃ気ままな一人暮らしだけどね。そうそうメジエドだけどハッキングで退治されるとはね。怪盗団が倒したのか熱狂的な信者がやったのかはわからないけど。名前双葉ちゃんだったかな。紗英さんから聞いてるよ。君くらいの年代の子は怪盗団のファンが多いようだけど君も好きなのかい。どうしたの。名探偵明智こそ第二期。ありがとう。まあ怪盗団なんかと同じ土俵で比べてほしくないけどね。うん、おいしい。君は毎日飲めるんだろ。うらやましいな。まさかこの店の居候だったなんてね。君とは何か縁を感じるよ。意外と言うね。場も人も巡り合わせだと思う。君と話していると不思議と思考を刺激されるんだ。これからちょくちょく通わせてもらうよ。買ってきたからやろう。一人で買ってきた。モナは帰りに会っただけ。ソジロ呼んでくる。危なかしいからつけてみたが、あいつはちゃんと一人で買い物していた。ここまでできればもう問題なさそうだな。名探偵の質問もうまくかわしてたし。花火大会するぞ。待てて双葉、まだタバコの火が。お前ら我が輩に煙かけんな。へそっ、日本取り、うりゃー。人の話を聞け。おい、猫が嫌がってんぞ。動物に火近づけんなよ。すっげえでっかい玉できた。ソジロ、ほら見てみろ。おう、気をつけてな。夏の思い出ね。よし、次は10本取り行く。あ、やめろ。
ちゃんと双葉のこと見とけよ。真夏の海水浴場は結構ハードル高いぜ。それにしても海水浴か、ようやく羽が伸ばせるな。なるほど。やるか。暑いな。やれやれ。いいぞ。やるか。
で。双葉のこと、今日はよろしく頼む。変な野郎に声かけられないよう、しっかり見といてくれよ。アホ、目立つことはすんな。くれぐれもスマートに行動してくれ。ねえ、もう行っていい？本当に大丈夫なんだろうな。電車で日帰りできる距離だ。私をなめんな。悪い。荒くくるか。気をつけて行ってこいよ。待ってんの。そういえば、大丈夫だから、じっとしてなさい。大丈夫？大丈夫、みんないるし。そろそろお昼だね。やだ、イカがこっち見てる。焼いてっから大丈夫だって。お前、俺いないとイカも食えないのかよ。
うちらもご飯にしよう。じゃあ俺適当に買ってくるわ。ここまで来てそれか。主食。ありふれた味なのになんてこんなうまいんだ。まこと、あんま食ってねえじゃん。ああ、うん。もしかして具合悪いとか。わかってねえな、リュウジ。女子は水着の時は少しでも細く見せたいもんだ。でも気にしすぎだぞ。朝飯はちゃんと食ったか。モナ、デリカシーかい。で、この後どうする。ビーチバレーでもやるか。あー、ごめん。今から女子だけでバナナボート乗る約束してるから。3人乗りの1つしか借りられなくてごめんね。それじゃあ俺らは荷物番。ざっけんな。扱いが雑すぎんだろ。俺ら世間を騒がせまくってる有名人だぞ。もっと丁寧に扱え。異世界ではいいと思うんだけど不思議よね。お宝は盗めても女の子のハートは盗めそうにないもんね。そんなアンドのバナナボートまだ。あ、ごめんね、すぐ行くから。終わったら交代するって。荷物番よろしく。バナナバナナ。待ってってば。そんなに走ったら危ないって。くっそー、あいつら俺らの凄さを分かってね。命かけて怪盗やってんだ。その辺の奴らと同じなわけねえだろ。俺らもっと現実でいい思いしていいんじゃねえの。だよな。ゆうすけもそう思うだろ。まあ言われてみればそうかもな。あんたちは俺らの近くにいすぎて分かってねえんだよ。おい、どうすればアンドノに怪盗の凄さを知ってもらえるんだ。そりゃ盗むしかねえだろ。あれを。アホか、犯罪だろ。現実で盗むのは女の心だよ。なるほど、現実でも我が輩のテクを証明すれば。怪盗で磨いたテクニックで盗みまくってやろうぜ。俺らのオーラならあっという間に女にモテモテだろ。いいだろ、やってやる。現実での仕事も悪くない。決まりだな。そういうわけでモナ、荷物番頼むな。は？よし、さっさと行こうぜ。おい、こら！我が輩を置いてくんじゃねえよ。海、心なしか、濁って見えんな。まだ終わってねえよ。奇跡の逆転勝ち狙ってやるからな。おい、さっきから視線を感じるんだが、誰かにつけられてないか。もしかして逆なんか。ほら、やっぱりいたわ。私ビンビンに感じてたもの。あの子たち、もしかして逆の街。てめ、新宿のなんでここに。
あらやだ、こんなとこで再会とか。デスティニー感じちゃう。職質に答えないと返さないわよ。本物の男はどっちだと思う？何言ってん。はい、時間切れ。正解はどっちもおとめでした。職質放棄で公務執行妨害鉄筋な。腕が鳴るわね、確保。うわ、星が逃げたわよ。おい、なんとか巻いたか。そういや、ユースケはここにいたのか。探したぞ。つか、なんでエビ？お前たちが職質されているとき、売りに出されていたのが目についてな。有金を使い果たしてしまった。どういう金銭感覚よ。つか、見てたんじゃねえか。だったら助けに来いっつーの。この独特のフォルム、生で見て一目惚れしてしまったよ。アンを初めて見た時以来の衝撃だった。そりゃよかったな。私たち友達と来てるんで。またまた、俺たちの船でクルージングでもどう？今夜パーティーもあるんだ。有名人とか業界人いっぱい来るよ。話聞けっての。悪い悪い、お待たせ。友達ってマジだったんだ。最初から言ってんじゃん。こんなガキといたって退屈じゃない。あなたたちといるよりもずっと有意義ですけどね。何？よせって、ガキ同士で楽しく過ごしてもらおうよ。ごめんね。感じ悪。ありがとう、来てくれて。あの人たちほんとしつこくて。正直我慢の限界寸前だったけどね。ところで双葉とモルガナは。お、伊勢エビ、しかも両手。それ私も持ってた。刺身かカブト焼きか。よせ、鑑賞用だ、両方とも。なんか盛りだくさんだし、みんなで海に来た甲斐はあったよな。そろそろ帰らないとね。ああ、支度するか。双葉も人混みで平気そうにしてたし、課題はクリアできたみたいだね。おい双葉、帰るぞ。突っ立ってないで手伝え。私ね、私ずっとお母さんが死んだのは自分のせいだと思ってた。ああ。みんな私が殺したって言うから、みんな私を人殺しだと思って見てた。この世界が嫌いになった。だから殻に閉じこもって耳を塞いだ。私願ってた、お母さんが生き返ればいいのにって。時々起きて全部夢だったって思う。でも世界は何も変わってない。だからまた眠る、その繰り返し。うん、私お母さんが好きだった。お母さんみたいになりたかった。遅くまで机に向かってたこと、朝早く起きて毎日お弁当作ってくれたこと、お母さんが頑張って研究していたこと、ノートをこっそり見て怒られたこと。認知科学だったわね。認知する世界は欲望によって歪んでしまう。その世界が歪むと現実で問題行動を取るようになる。認知世界の核を取り除くとその世界は消えて
問題行動も収まる。それってパレスのことじゃ。異世界知ってたのか。意味が分かんなかったけど、実際自分がそうなったことで理解できた。私、お母さんのことばっかり考えた。気がついたら認知の迷宮にとらわれてた。出られなくなっちゃってた。自分ではどうしようもできなくなってた。だから心を盗めって、いろいろ飛躍しすぎだろう。心を盗む怪盗の噂、最初は信じてなかった。でも偶然聞こえてきた。すぐ近くに怪盗がいた。聞こえてきた。ああ、あの盗聴。そもそもなぜルブランに盗聴を。宗次郎がしっかり働いているか監視しておかないといけないからな。悪趣味なやつ。心を盗んだって話聞いてて飛び上がるほど嬉しかった。怪盗なら私の心を治せるかもしれないって。最初からそう言ってくれればよかったのに。いきなり頼んだら怪しまれるかもしれない。そもそも悪いやつかもしれない。だから慎重に接触した。どういう反応をするか何度も確認した。ええ、随分と振り回されたわ。でも双葉、マスター以外とは長い間誰とも話してなかったんだよね。怪盗団に連絡取るのはかなり勇気がいったんじゃない。理由は2つある。1つはメジエドの挑発。怪盗団が情けなくてムカついてた。解散されたら困ったし。ああ、俺たちの頼みの綱だった。もう一つはルブランの盗聴で聞こえてきたこと。宗次郎が私を虐待してるなんて嘘で責められてて、お母さんのことをハケなんて脅されてて。捏造もいいとこだよな。お、悲しくて苦しかった。宗次郎を助けなきゃ、何とかしなきゃって思った。そうだったんだ。でも怪盗団、私のためにあんな危険を犯してくれてるとは思わなかった。こんなに心配してくれてるって思わなかった。疑うような真似してごめんな。私たちのこと信じてもらえた。うん、私にはわかる。お前らは悪いやつじゃない。だから頼みがある。私を仲間に入れてくれ。入れるも何も、もう仲間だろ。正直に言う、私改心とか目的じゃない。お母さんのことが知りたい。お母さんが殺された理由を。殺された。お母さんのノートに書いてあった。認知世界にいる自分が死んでしまうと現実の自分まで意識不明になるって。廃人化か。じゃあ金城の言っていた悪党っていうのは。ええ、そういうことになるわね。あまり考えたくないけど、双葉のお母さんは。わからない。でも死ぬ直前のお母さん、様子がおかしかった。どんな風に。話しかけても返事してくれなかった。道路に向かって飛び込むというより倒れ込む感じで。それでノートのこと本当かもしれないって思って調べた。本を読んだり、ネットに公開されている論文を調べたり、いろんな研究所のネットワークに忍び込んで秘密のデータも見た。それでハッキング。どんな頭してんだよ。でも何もわからなかった。お母さんの研究はどこにも見つからなかった。お母さんは誰かに殺されて、研究はなかったことにされた。きっと偽物の遺書を読んだ黒い服の大人に。あいつら絶対許さない。双葉、私気づいた。みんなと一緒ならあの世界のことわかるって。そしたらいつか屈
黒い服の大人につながる気がする。怪盗団に入りたいのは超個人的な理由だ。ダメか、足手まといか。むしろ頼もしいぐらいだなあ、モナ。なんで我が輩を見る？力不足とでも言いたいのか？実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。こんな怪盗団だけど改めてよろしくね。ありがとう。あいつらはほっといて、早速双葉のコードネーム決めよっか。なんだそれ、本名じゃカッコつかないでしょ。ジョーカー、スカル、モナ、パンサー、クイーン、そしてフォックスだ。双葉はハッカーじゃ違うよね。メカ？パソコン？やだ、まんまゴーグルでいいんじゃね。クソダサい、猫センスなし。ざまあ。双葉のコードネームいやない？呪うぞ。双葉自身は何がいいの？ナビ、勝利に導いてやる。いいんじゃない？じゃあ双葉はナビな。でもすぐ近くに噂の怪盗がいるとは夢にも思わなかったぞ。お互い様だ。まさか異世界研究者の娘とはな。不思議なもんだ。そろそろ帰ろっか。うん、オッチ帰ろう。はい、メジエドの件予想以上に効果があったようで、これで怪盗団の支持も一層拍車がかかるでしょうな。そうですね、怪盗団を効果的に使う手立てはありますし、不要なゴミは今のうちに処分を、たとえ身内だろうとね。おい、やるか。どうしますか？
行きますよ。いらっしゃい。どっちがいい？どうする？ありがとう。いいわよ。焦りよう。夏休みの宿題か？モルガナ、すげえ。なんでわかるんだ？当たりかよ。つうことだから。もう誠とかにも連絡してるし、明日よろしく。やれやれ。今日はもう寝ようぜ。黒いのが我が輩？そんなわけない。我が輩は人間だったわけで、人間だったはず。メメントスの奥で歪みを晴らせば絶対絶対大丈夫だ。悪い、起こしちまったな。いや、その日焼けが痛くてヒリヒリして目が覚めたんだよ。黒いから太陽光吸収しまくりなんだって。わかんだろ？全身毛だらけって思ってんだろ。肉球は毛がないんだよ。ところでさ、気にしてなんかないけど、あのさ、もしもだぞ、もし我が輩が変なものだったら、お前どうする？それはまあ、もしさっきのが本当なら怪盗団やってていいのか。それに怪盗団でも今の我が輩はなんでもないし、まあ猫の生活も割と慣れてきたな。この物置も正直居心地は悪くない。
まあさっさと人間に戻って引っ越したいとこだかな。最上階のスウィートルームでラグジュアリーライフとか。けど変なものになるぐらいならいっそこのまま猫でも。我が輩、お前と取引してるよな。ここにいてもいいってことだ。そうだろ。そうだよな。今の忘れないでくれよ。よし。ほらほら、さっさと寝ようぜ。おやすみ。休み終盤の過ごし方だな。まさか昨日まで全く宿題に手をつけてなかったなんてね。まあ遊ぶのは個人の自由だしね。仕方ないよね。すみませんでした。もうその辺にしといてやるよ。それより一息入れたらどうだ。マスター、マジ神っす。俺は買い出し行ってくるから少しだけ留守頼むわ。こちらのクラブチームでは積極的なスポーツ科学の導入が行われています。トレーニングプログラムに研究所の意見を取り入れるなど。あ、そういえばさ、うちでもスポーツでちょっと話題になった子いたよね。スポーツ？新体操の子？そうそう、すっごい可愛いって噂の子。おお、吉沢だっけ。つかあいつ確か夏の大会出んだろ。あれ、もう終わったか。ああ、それなら。まこと？ああ、うん、この前学校に行った時にたまたま先生から聞いたんだけど、吉沢さん大会の結果あんまり良くなかったみたい。そうなんだ。期待する声結構あったみたいだし、本人も辛いよね。だな。けど新体操の大会ってもう一つなかったか。つれえだろうけど、そっちで結果出せりゃ学校の連中の言うことなんて。あ、それなんだけどさ、実はさ、夏休み入る前三島くんと偶然会ったんだけど。三島と？三島くん怒っててさ、どうしたのかって聞いたら学校の裏サイトの書き込み見せてくれたの。なんか学校が結果を出せない特待生を見捨てるみたいなこと書かれててさ。それって名前も出てなかったし、所詮噂だからって思ったけど、これもしかして吉沢さんのことなのかな。どうだろう。でも鴨志田の事件以来、学校がイメージアップに躍起になってたでしょ。あれの一環で新しい学校の顔を作ろうとしてたっていうのは事実みたい。だから今回の結果で学校側の対応が変わるっていうのはない話じゃないかもね。期待のホープに勝手に目をつけて結果が出ないと分かったらポイ捨てか。真偽は定かではないにせよ、あまりにも身勝手だな。やっぱまだまだ世の中間違ってるよな。ああ、吉沢の扱いがどうなるかはわからない。だが少なくとも我が輩たちの働きで悪い可能性は詰めるはずだ。続いてはこちら、怪盗団騒動。人々の注目が集まる話題にスポットを当てます。世界的に有名なハッカー集団を沈黙させ、人々を驚かせた怪盗団。その人気は国内にとどまらず、海外メディアも熱い視線を注いでいます。
新世代の義足やダークヒーローなど世間からの呼び声も高く。おい、すごいことになったな。世界が我が輩たちに注目してるぞ。あちいな。わからない、なぜ我が輩はメメントスに。なるほど。
よし。それじゃ。にしてもまさか双葉の母親の件が町を騒がしてる事件につながっちまうとはな。こいつはほっとけねえな。同じ力を持っていながら我が輩たちが避けてきた廃人化をわざと起こしてる悪党、実在すんなら誰に止められる？我が輩たちだけだ。面白くなってきやがったぜ。新人も入ったことだし、ここらで我が輩もベテランの凄みを見せてやらんとな。みんなで昼飯食いに行くぞ。何もねえだろ、おごってやる。双葉が外出られるようになったし、お前は夏休み最後だしな。私の希望で寿司になった。ありがたく思え、うまいって評判の店だ。寿司だと？我が輩も連れてけよ。結局寿司より食えなかったからな。にゃーにゃー、うるせえな。連れてけって言えよ。まさか行きたがってんのか。まあかわいそうだから寿司より買ってきてやるか。心が通じてるぜ。中トロ、大トロ、イクラとアナゴ、それから…あ、覚えられないか？メモってけ。どうだ、うまいか？はい。そんなにがっつくな、誰も取らねえよ。言わんこっちゃねえ、お茶飲め、お茶。忙しいやつだな。昔はよくあいつの母親と3人で飯を食いに行ったもんだ。懐かしいな。そんなことがあったことすら忘れてたよ。あ、危なかった。死ぬかと思った。さて仕切り直すか。まだ食うのか。もうお腹いっぱい。お手上げだ。どっちだよ。ちょっと便所行って会計してくるわ。大将、お勘定。はいよ。中学の入学祝いでお母さんと宗次郎とお寿司を食べに来たことがあるんだ。あのお寿司美味しかった。今日のもなかなかだったぞ。また三人で来たいな。今度はいつにする？お母さんにも食べさせたかったな、今日のお寿司。お母さんのこと明らかにしたい。廃人化させたやつを私は許さない。そんなわけで協力よろしくな。12万？嘘だろ。寿司より
無理そうだね。おかえり、待ってたぜ。ん？あれ？寿司折りは？我が輩の中トロや大トロ。そういうことかよ。現地集合って、双葉一人で大丈夫なのか？これ、行った方がいいぞ。よし。待ち合わせはここなのか？いない。近くを探してみろ。一人？どこから来たんだ？おい、あれ？家で？どうしたの？まずいんじゃないか？どうする？そんな場合じゃねえぞ、あれ！助けに行ってやれ！とりあえず、交番まで来てもらおうか。君よ。はい。友達、ご家族の方？本当だろうね。わかった。双葉、どうしたんだ？すまん。海で克服できたと思い込んでた。ダメだったのか。パニクった。知ってる人いなくて心臓がドキドキしてパンク。一人怖くて動けなくなってうずくまった。そしたら周りがざわざわして警察まで来て終わった。困った時はこいつに連絡しろよ。連絡、わかった。これくらい近ければ落ち着く。このままでいいだろ。そうかもしれない。一人じゃゲーム一本買えないとは。不覚だ。双葉、でもこいつと一緒なら外にも出られる。ひょっとして必須アイテム？頼む、私の外出必須アイテムになってくれ。代わりにこれまで以上にナビ頑張るから。そう、取引だ。 OK だな。怪盗団の情報収集能力には私たちも感心しているの。高度なハッキング技術でもなければ到底成し得ない離れ技だってね。誰の仕業？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、忍者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。
よし、そうと決まれば行くぞ。お、どこに行くんだ。ゲーム買う。さっきまで泣きわめいてたくせに。必須アイテムが手に入ったからな。クリア条件は揃った。必須アイテムじゃなかった。2人とも行くぞ。おかえり。二人でどこ行ってたんだ。秋葉原。本当か、すごいじゃないか双葉。うん、まあね。その調子で高校にも行けるようになりゃいうことねえんだがな。うん、まあそれはおいおいだ。人の多いとこ行って疲れただろう。今日は早く寝ろよ。じゃあ俺ら帰るわ。Mm-hmm.